今話題の第六天魔王の裏をコインを入れてね。みんな待ってるであろう、今回もパスワーチ初見でやっていきましょう。でも難しいって聞くけど、なんかそんなでもないんじゃね。もう第六天魔王の表って言うようになったのか。それはちょっとむずいぐらいなんじゃない、わかんないけど。で、頑張って食べました、メダルを。お、あった。こちらでございます。これ食べるのにね、いくらだっけ、1200円かかりました。確か1200円。これ幽玄の裏じゃなくて第六天魔王の裏、意外ですね。幽玄の裏もいつか出るじゃない、わかんないけど。およし、さっき飯を食ってきて、これついてから1くれ目です。やっていこう。クリアさせてくれ。よし、完全初見、完全初見、初見。良すぎるだけ、反応しなくなる。これ無理だね、無理。もう最初で諦めた。多分メンティーとこでやっても無理だったね。これはもうしょっぱなってブルカーってブルカーってとこでもう行った。体に悪いわ、体に悪い。このごめん、クリアできるんじゃね。まだしょ。
ギリギリ。ホースポーツ絶対無理じゃん。ここはやばいよ、これ前鉢でもいい。疲れた。きつくね。筋トレを超えてるよ。しかも太鼓さん二郎みたいだし、最後なんとか行きました。イエイ。好きな曲を選ぶの。危ねー。